ユベントスの公式 SNS が FW、パウロ・ディバラが2018年決めたゴールを紹介した。今シーズンの欧州、カーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、2018年9月26日、ホームでボローニャ、対戦したユベントスは、ディバラのゴールで先の良いスタートを切った。前半の立ち上が自陣からのロングフィードで裏を取ったデバラは背中にボールを当てるとこれを拾マテュイディがシュート。GK が引いたこぼれ球利き足ではない右足のボレーで捉えてゴーネットを揺らしている。このポストプレーは差だったがディバラの技術をもってすればレスラも狙っているかのように見えてしまう。今季は負傷で出遅れているがアンドレア・ルロ監督の下でも輝きを放つことだろう。ページ、動画、それも狙ってる。ディバラが技、ポストプレーからボレーで決める。